中国の経済不況が深刻化する中、大手企業によるリストラや減給が相次ぎ、賃金未払いをめぐる労働者の抗議活動が頻発しています。上海では数百人の労働者が道路を遮断して抗議し、警察による弾圧を受けました。一方、自動車メーカー、ネタ記者では大規模なリストラや工場閉鎖が報じられ、負債問題が深刻化しています。また、飲食チェーンシンシプリータイでも、 賃金未払いと社会保険料滞納が従業員の不満を招いており複数店舗の営業停止が続いていますネタ記者は上海に拠点を置く自動車メーカー保存オートが展開する電動自動車ブランドです中国の自動車業界に関する報道を行うメディア正式社11月21日の記事によるとかつて新興 EV メーカーの中で 販売台数トップを誇ったネタ記者は、大規模なリストラや減給、3つの主要工場が稼働停止状態となっている疑いがあるほか、多くのサプライヤーから公に債務を請求されるなど、深刻な経営難に陥っています。10月には、ネタ記者がサプライヤーへの代金支払いを滞納しているとあるネットユーザーが暴露し、その後の公開情報で事実であることが確認されました。11月8日には 国有資本を背景に持つエフォート・インテリジェント・イクイップメントが広告を発表し、記者を相手取り、約4819.54万円の契約未払い金の支払いと、延滞による損害賠償を求めて裁判所に提訴したと明らかにしました。エフォートは産業用ロボットを製造する老舗企業です。11月14日には、東風グループ傘下の自動車部品サプライヤー、東風電子鍵小有戯講師が、 ネタ記者の運営主体である保存オートに対し未払金1273.03万元の支払いを求めて仲裁申請を行ったことを公表しました東風電子は自動車部品の研究開発、製造、販売を主な事業とする上場企業ですまたネタ記者の複数の工場が稼働停止しているとの報道もあります同社は国内に3つの生産拠点を持ち浙江省と右京市 厚生省義春氏、厚生省南寧氏にそれぞれ工場を構えていますそのうち南寧氏の工場は今年上半期にはすでに稼働停止状態にあったとのことです中国の情報技術分野の新聞 IT 時報の記者が最近浙江省東京市にあるてた記者の工場を現地調査したところこの工場も約1ヶ月前から稼働を停止していることが分かりましたある自動車業界の関係者は 現在の状況では、車を1台売るごとに赤字が拡大すると語り、この問題はネタ記者を含む国内の多くの新興 EV メーカーが直面している共通課題であると指摘しています。また、どの企業がより強い実力を持ち、この競争に耐え抜けるかが鍵だと述べました。上記の見解はネタ記者内部の関係者によっても裏付けられています。 ネタ記者は2021年から2023年まで3年連続で赤字を出しており、累計損失は184億元に達しています。この継続的な赤字に対応するため、減給やリストラを通じた企業構造の調整を進めています。11月7日にはネタ記者が大規模なリストラを開始し、市場ではリストラ率が最大で70%に達する可能性があるとの噂も広がっています。また 減給については、減給幅が5%から30%に及ぶ計画が実施されています。中国メディア、海面新聞の11月21日の報道によると、最近、フートゥー・ホールディングスが大規模なリストラを行うとの情報がネット上で拡散されています。フートゥー・ホールディングスはアメリカナスダックに上場している証券会社です。 フートゥーホールディングスが年末にかけて従業員の40%から60%をリストラするとの情報が投稿され、話題となっています。また、21日付の新郎財系の報道によると、このリストラ報道を受けて、同日、フートゥーホールディングスの株価が3.2%以上下落しました。 中国・上海を拠点とするニュースメディア、上海新聞の11月21日の報道によると、最近、上海の有名飲食チェーン、シンプルタイの従業員と名乗る人々が、賃金の未払いと社会保険料の滞納について SNS に投稿しています。シンプルタイは、上海市内で10店舗以上を展開していた有名な飲食チェーンで、江蘇省南京市、浙江省甲州市、江蘇省蘇州市にも店舗を構えていました。 最近、シンプルタイの複数店舗が営業を停止しているが、チャージ済みのプリペイドカードの残高が使えなくなるのではないかと懸念する声が多く寄せられています。最近、SNS にシンプルタイの従業員や元従業員を名乗るネットユーザーが、シンプルタイの経営者が2ヶ月間にわたり賃金を支払っておらず、姿を現さないと訴える投稿を行っています。 また、シンプルタイの経営者がすでに逃げたという投稿も見られます。元従業員と名乗る人物がコメント欄で次のように書き込んでいます。実際は経営者が資産を移転している。経営者の老いがダミー会社を設立し、スタッフに新しい契約書に署名するよう求めた。未払いの2ヶ月分の賃金は売上目標を達成されないと支払われない。新しい契約書に署名しない場合は、 退職したとみなされ、その2ヶ月分の賃金も支払われない。11月19日、あるメディアの記者が、シンプルタイとの契約を最近解消した元従業員数名に取材しました。彼らは記者に対し、現在、シンプルタイの多くの店舗が営業を停止しており、ほとんどの店舗は不動産管理費の滞納が原因で、閉店を余儀なくされたと語りました。また、ある元従業員は、昨年からシンプルタイが、 従業員の社会保険料の支払いを停止している。これまでに11か月分の社会保険料が未払いとなっていると述べています。11月21日、上海記者集団のサプライヤーである上海国立記者、神秘職権有限公司の労働者数百人が賃金未払いと事実上のリストラに抗議し、道路交通を遮断する集団行動を行いました。しかし その直後、警察による暴力的な鎮圧を受けました。上海国力社、神秘職権有限講師は、1996年に設立され、本社は上海市便光区にあります。同社は自動車、高速鉄道、航空分野の高級レザーインテリアや関連部品の研究開発、製造、販売を手掛けており、2023年末時点で従業員数は2646人に達していました。 中国の企業情報サイト t e n e n c h a のデータによると2024年11月11日時点で上海国立記者新秘職券有限行使の負債総額は2600万元にあっていますこの巨額の負債により同社は従業員への給与を支払うことができず21日に労働者による道路遮断抗議につながりました情報筋によるとこの事件の根本的な原因は 現在の自動車業界における激しい競争にあると指摘されていますまた同社と蒸気集団の間で大きな意見の相違が生じたことが影響している可能性があるとも報じられていますこれほどの舞台は他に見たことがない息を呑み目を見入りました世界観が一変し高揚感に包まれた 活力と希望が湧いてきた魂が浄化されました必見の舞台見逃さないで見逃さないでシェンユンチケット購入はシェン・ c h コムスラッシュ JP